魚津市議会議員の越川貴美でございます。2017年に、なりました。2日目ですね。今年の元旦の刑としてですね、街頭演説をさらに強化をしていきたいというふうに考えております。今日は昨日に引き続き新川文化ホールの前で行います。この二丁拳銃じゃないですが、スピーカーを1台増設をいたしました。非常に性能のいいスピーカーで、全天候のものでございます。今日のお話はですね、昨年度の魚津市のユネスコに登録されました建物祭りのことについてですね、お話をさせていただきたいと思っております。魚津市が待ちに待ったこのユネスコの無形文化財登録ということで、今後ですね、これをどう生かしていくかということが魚津市の観光に非常に大切になってまいります。テーマ県ではその他に城花の引山と、あと高岡のですね、三車山、3つが選ばれたわけですが、五星のものに対して魚津市の建物というのはですね、ちょっと一風また違った趣があるお祭りです。建物自体はですね、工芸品的な評価というものよりも、やはりその地域での漁師のエネルギーがですね、ほとばしる、そんな勇壮な祭りであるということが特徴だろうと思います。そしてその起源についてもですね、江戸時代からと言われておりますが、実はあまり明確にですね、その起源が分かっていない。どこからかこのウォーズのですね、漁師の沸き起こるようなそのエネルギーがこの建物祭りに昇華していったんではないかというふうに思います。また地元の漁師さんの話ですとですね、昔は漁師のお母さんの連れ合いのですね、名前をその提灯に書き込んで、そして大漁と、また家内安全、漁の安全を祈願したというふうに言われています。このことはですね、実は魚津で起きた米騒動、これにも関連するんではないかと、その地元の頃の方は考えておられまして、それだけ家族を大事にするこの魚津の浜の気質というものがですね、建物祭り、そして米騒動に象徴されるんではないかというお話です。このことはあまりですね、公の記述に出ておりませんが、非常に民族学的にもですね、興味深いことではないか。こういったところからこの魚津市がですね、愛にあふれた、そういった家庭を大事にする気風があるということをですね、私越川は声を大きくして、行ってみたいんですね。そして、来年には米騒動から100年という記念すべき年、この年に合わせて今ドキュメンタリー映画も作成されているということです。例えばこれをですね、アニメにしたり、いろんな手法でですね、アジア中心に、また世界に、あの君の名はのようなですね、広がりを見せることが、それだけの価値があるものだというふうに思っています。今日はそんなお話をさせていただきたいというふうに考えます。